コラムめっちゃさ読み応え抜群だったでしょ。でしょ、結構すごいよ、いいと思う。あの有料なんだけどね。そう、葵ちゃんさんありがとう。とても読み応え抜群だと。ですよね。MJ さんありがとう。ヒリ野球ルール分かってきた。でもまだ全然分かってないで、そう、おいちゃんさんありがとう。そうな、分かってんのか分からんな。解説はしてる横でいつも。メール、あ、一部ラジオめっちゃ早起きありがとう。え、そこで寝て、メールに最近っていうか、メールよりチャットの方が送りやすくて、特になんかない時は、書きたいことがある時はメールにブワーって送りたりするけど、なんかチャットはめっちゃ、なんかね、いつでも送れるらしいいつでもっていうか、わかんない、なんか時間これ遅、ちょっと過ぎてもなんか遅れてるっぽいんだよね。くれるっぽいよ。タータンさんありがとう。カメさんありがとうございます。いや、24時間なのかわからないんだけど、どうだったかな、なんか遅れるっぽいんだよね。さっきそう遅れてた。だからね、チャットをねすごい送っちゃってますね。ズッキーさんありがとう。使いやすいチャット、結構リアルタイムですぐ送れるからさ。リアルタイムっていうか、今日今何してるみたいなこととか、メールに書くほどでもないかなとか、メールっていうか、やっぱチャットはさ短くても文章を送ってもまあいい感じの雰囲気なんで、そう。でもね、ちょっと時差が起きてんのよね多分。葵ちゃんさんありがとう。時差起きてんだよね多分。でもどのくらいの時差が起きてるのかはい、わかんないんですけど、どうなんだろう。追記しみたいな、一応できる。基本村民しか見てないから、そうそうそう、安心感あるね。通知機能なんかメールにしか届かないのか多分。じゃあ今送ってみますね。しょって送ってみよう。してますって送ってみます。よーいスタート。23時20分。あーよ、え、4分、どういうこと。23時20分、今15分だけど20ってか、ないつ届くかな。気持ち表明し放題、そうそうだけど、スタッフさんとかも見てるから結局怒られるよ、なんか変なことしたら。そう
そうなんよ。レディースに来てたこと送ってみようかな送っちゃおうかな。深夜にも送っていいならあれも全然送る。あ、うわ今チャット送りたいなとか言った時にもう10年過ぎててあやめようと思ったんだけど、送れるなら送っちゃおうかな。うん、悪い子。それなアプリがいいね本当に。お偉いさんアプリにしてください。本当に誰かおたく様の中でおたく様の中にお偉いアプリ関連の方いらっしゃいますでしょうか。アプリにしてください。 BB さんありがとう。おいちゃさんありがとう。チャット最高です。最高ですでもないか、あり結構独り言多いタイプなんでつぶやくのはちょっと勇気いるよなみたいなこととか、つぶやくまででは違うよなっていう、なんかつぶやくツイートするまではちょっとなって思うんだけど、チャットはまあそういうの気にせずね、うん、送りたい放題送ってます。要望送ってんだ。なるほど、葵ちゃんさんありがとう。そうでもメールを答えるのは良くないなとは思ってるんだけど、でもね、書くことがなくなんのよね、 SNS 多すぎて。そう、なんかチャットに書いちゃうんだよね、すぐパッと。まあ、メールも送るようにはしたいんだけど、うん、そう送りやすいんだよね、チャットが、写真とか動画も。でもまあメールはいや、メール嫌いではないね私。文章結構書くの好きだから、まあどっちもだから良さがあってね。メールはね、なんかなんて言うんだろう、しっかりと思いを伝えたいみたいな時もすごい使わせていただけてるって感じで、そう大事にしたいんだよね、そこは。私も今まで結構自分の気持ちもメールに書いてた時も書くこともあるし、ちょくちょくだから結構温かい場所だなっていうのはメールは思ってて、チャットはなんかちょっと趣味みたいな感じ、趣味っていうかなんて言うんだろう、だいぶコアだからさ、撮ってくださってる方もきっと。国翔さんありがとう。チャットはなんかていうか、そう価格的にでもチャットの方が高いんですね。そうなの、メール人数減らして一部残しても、ありがとうだよ。うん、ちょっとねチャットの方がお高いのよ。だからこそ私はチャットも手は抜けないと思っております。いやだってさ、取ってくれてんのにさ少なかった、申し訳ないし、まあ、どちらにも言えるんだけど、メールもチャットもね。だけどチャットの方がちょっと高いのよ。だったらアイリめっちゃ送るよっていう感じでチャットは結構送らせていただこうと思って、
そう、来た？今来たんだかな、チャットじゃ。あ、やっぱ20分、あ、分かったわ、5分くらいですね。葵ちゃんさんありがとう、ズッキーさんありがとう。なんか、あ、昨日はそう、ハリーポッター見てた、さえちゃん、さえみり宅でね、さえちゃんとななかと見てたけど、ななか寝てたかな。そう、5分くらいですね、ラグ。他のメンバーはちょっと見れないですね、わかんない、聞いてないけど見れ、私はまだ見てないや。撮れるんだったら撮りたいな。結構リアルタイムですね、わりかし。お、カメラ席当選、撮ってね、よろしくだよ。押しカメラしてね、押しカメラ。宿にチェックインできない。え？マックスありがとう。5分なら結構すぐだね。いやでも捨てがたいよ、どちらもね、いいとこあるんだよ。でも SNS 多い多くて困っちゃうけど、まあ別に嫌じゃないからいいんだけどさ、困っちゃうというか、なんか携帯から離れられない感じ、結構きつい時もある。今日なんかもやっぱね、バタバタしててさ、バタバタっていうか、やっぱいろいろバタバタしてる時はちょっと難しいじゃん。そう、谷川拓さんありがとう。7候補ね、したかったんだけどね、5期生以降はしてなんかできない、できないとかやってないね。谷川拓さんありがとうございます。クロちゃんさんありがとう。そうなんだよね、サイトでしょ、あのサイトになってんのよ、あれをチャットはネット機能なんだよね。だけどアイディホーム画面にもう保存してんの、だからすぐそこをホーム画面っていうかアプリみたいに登録してるから、そこをタッチしたらすぐ開けんのよ、そこのページが、送るページが。だからアイディ結構すぐ送れる。 MJ さんありがとう。1428ありがとう。そうなんですよね、楽ではある。だいぶ早くなりましたよ、チャットの通知。あ、そうなんだ。使い分けは、でもアイディの使い分けはね、一応できてしてるつもりなんやけど、なんかメールは文章って感じです。メールは文章を書いてる、なんかブログかのような感じで、ちょっと感覚的には文章って感じ。そう、文章を書いておりますね。そしてチャットではつぶやきな感じ、つぶやきっていうかコアなファンの方に向けたつぶやきです。
そう、全国に、全世界にさ、ツイートって全世界じゃん、全世界にあの公開するほどでもないよなっていうさ、プライベートなつぶやきほとんどです、そちら。そう、メールは日記、チャットは独り言。うん、そうですね、愛理の感覚はそれ、そう、愛理の感覚はそれです。クロちゃんさん、ありがとう。そうね、なんか、うん、独り言して写真とかも送るし、動画もなんかリアルタイムな感じの動画も送りますし、そんな感じで、あの、楽しく利用させていただいてる、楽しく、うん、楽しく利用させていただいてるんだけど、まあファンの方が撮ってくれてるからね、本当に愛理のために、本当だからしっかり送るように心がけて、マジでチャットはね、なんか結構、うん、本当に今何してるとか、プライベートな、友達に送る感覚な、そう、あれです、感じです。チャット見るのが毎日の楽しみ、嬉しい。なんか溜まってるのを見るのも良くない？別に。溜まってて見るのもなんかいい気がする、あのチャットね、あのすぐ見れなくてごめんねってさ言う方もいるのよ。いやでも溜まって一気にの読むとかもあり、結構好きだ、好きというか、なんか溜まってるあれをバーって見るのもなんか面白いと思うんで、まあそう、なんか私は結構気にせず送れるときはなんか普通に送っちゃうね。送れない時ももしかしてあるかもしれない、これからさ、お仕事もリハとかもさちょっと忙しくてさバッタついてる時もあるかもだけど、送れる時はなんか気にせず、多くなっちゃう時はいっぱい送っちゃう時もあるかもだし、なんかそこの個数的には気にせず送っちゃうね。仕事中でも見る仕事中に見てやる気を出してもらうと、でも「あ、ショーしてます」って来てる、飲むモバメたまると読むの大変、まあね、そうね、ふむふむ、メールはねまとめてしっかりというか、あり、結構詰め込んじゃってんだけど、メールにはなんか今何してるよ、なんか今何々してるよで写真だけメールそれで送るっていうのはあんまりなくて、アイディ的にはさっきはあのお休みっていうだけのメール送っちゃったんですけど、普段はあんまりないのよ、その一言だけ書いてメール、あの写真を送るってだけのメールはなくて、っていうのもチャットにそれだったら送れるから、それそう送れるっていうか、それぐらいならチャットの方がいいなって思ってるから、メールはどちらかっていうと結構詰め込んでというか、しっかりまあ文章書いて送るようにしたいなっていう気持ち、チャットって時間制限、なんか遅れちゃうみたい、アイディチャットのスペルが毎回本、そうね、もう辞書登録しといてよ設定で
これからのアップデートに期待。葵ちゃんさん、ありがとう。フォローしてなくてもおすすめで出てくる。さあ、確かにおすすめに出てきてすごい拡散され、なんかね、気を使うよね。ちょっと見れないときはチャットは1日の最後に見てる。うんうんうん、いいですよね。でも結構好き。おはようチャット希望します。やだよ、ごめんだけど、あり朝全然起きてないからさ、やだお昼とかのズッキーさん、ありがとう。やめてよ、朝そんなおはようチャットみたいな、アイリが朝ツイートとかするのもレアなんだから。朝はアイリ起きないのよ、すまんけど。そう、ファンの方ならね分かってると思うけど、アイリ朝ツイートっていうのがねレアなんよ。しないんだよ、ね、できないの、しないじゃなくてできないの。朝の5時早っ。逆にアイリチャットに送ってくださいよそれをおはようチャットちょっとあれかもだけど、やだ起きた時間バレるやん。まあおはようとかおやすみはなんかもう送れたら送るけど、まあとても遅いね多分。朝も夜も遅いわ、どっちも遅いわ。朝起きるの苦手では、いや苦手ですね、苦手なんだけど、お仕事の時はもうちゃんと起きる。お仕事の時はもうしっかりっていうか、まあ、朝かってなって、虫も二度しないぞってこういう感じですぐ起きるんですけど、お休みの時はもう寝てたいっていう感じでそこが結構ありオンとオフあるかも。オンとオフっていうか、仕事の日はやっぱ起きなきゃですから、そりゃそんな大人みんなそうでしょ。そこはまあ起きてる、眠たい目をこすって、うん、まあちゃんとアラームして起きるんですけど、お休みの時はもうとことん寝てます。ショールーム朝からやってた時もあります。そういう時だけよ、夕方におはようって言われたら面白い。本当許してよ、その遅とか遅ってなると思うけどヤクさん、ありがとう。おはようとかお休みとかまあ送れるときは送るよ。じゃあでもアイリさ、じゃあこれをしますって言ってさ続けらんないんだよね、わかります。ショールームはさ毎日配信しますって言ってさ続けたわけじゃないからさ。そう、アイリが言いたいことは、あの何々しますって言っちゃってやると結構続かないの。そうっていうのが私はもう分かっています、自分のことを。そうでしょ、だから私はもうなんか気軽に続けるっていうタイプなんで、あんまりそう、あのこれをもう毎日しますとは言えませんね、断言できません。自然に朝目覚める、そうだよね。そう、継続、これを継続します、これをやりますって言って、あ、義務化されたらできないですっていう性格そう、継続はまあできるタイプではあるんじゃないかな。ショールーム約4年続いてますね。そのまあしようと思えばできるんだけども、義務化となるとちょっと嫌ですね。
これも好きでやってるからやってんのよ。義務化は嫌だ。そう、葵ちゃんさんありがとう。咲いちゃって割と登場するよ愛知。マジ？あれも結構メンバーとかもですもんね。メンバーとかも割とでチャットの方が出てるか。クロちゃんさんありがとう。義務化は嫌なんよな。義務化って何回縛られる、縛られるのがやっぱ一番嫌じゃないですか。人ってどうなんだろう。アイルは女子だからね、女性はそういうタイプが多いんじゃないかな。男性は縛られたい人の方が多いのかな。そのなんて言うんだろう、意外と女性はあんまりそういうの好きじゃない気がするんですが、男性はそういうなんか義務付けあった方がいいのか。まあ人によるけどね、そういうのも多分自由な方がいいっていう。アイディアは自由派です。ちなみに自由派っていうか、その放置されるとかじゃなくて、放置されるのはもう嫌で、それほどの自由は嫌なんだけど、そのなんか程よくがいいっていうか、その何が言いたいかというと、こう決めなんかこうなんかさ、物事をこう決められてっていうか、そのこれは毎日やってくださいって言われてやるのはちょっとあんまり得意じゃないかもねっていう、なんかそんな感じよ。そう、自由に暴れ回りた怖い怖いねやん、怖いやん。暴れはちょっと、それはちょっと安定剤をちょっと投与したい。実際は縛られるの大嫌いだ。なるほど。うん、男性はちょっとその縛られすぎてもね、嫌になっちゃう人もいるんじゃないかなと思うんで、私はなんかあんまりその縛ったりはしたくないですね。こちらもちょっと疲れますそれはとは思っちゃうけど、その縛りすぎても、でもまあわがままは聞いてほしいっていう何の話。毎日ショールーム配信してくださいって、そうだって誰かから言われてやることとか結構きついです。私はなんか言われてっていうか、誰かにこれやってよとかこうちょっとお願いされたりすると、なんかまあ意見を取り入れたりもするんだけど、そう結局はまあ自分でちょっと決めたい、自分で決めてやりたいタイプっていう。そう、女心難しいですよ。そう、まあちょっと自由にしていただいていいけど、普通にそのいろいろな面で自由に、自由にっていうかまあね、楽しく過ごしてもらえたらいいんですけど、それが一番ですけど、まあ愛理のわがままは聞いていただけたらと でもそれは別に良くない。愛理のことを好きでいてくれてる人にしか言ってないんだから。葵ちゃんさんありがとうございます。そう
私のことを好きでいてくれてる人だから言ってるっていうことですから。これで毎日配信やめたら終わらない。やる時もやめる時も時もっていうか、何事も決断する時は自分ですからね。大丈夫よ、自分で決断。今日メイク落ち、いやもうほとんどないね。ピクミン系男子葵ちゃんさんありがとう。そうそうそう、なんかそうそうね、別にまあ心を広く心が広いよに見えて、そう別にそんな広くもないけど、そうまあ構ってくれるっていうか、別になんて言うんだろう、私のことを考えてくれてた方がやっぱりそれは嬉しいよっていう、そりゃ嬉しいよっていうね。難しいけどピクミン系っておもろいな。恋愛は難しい結びつけてる。なんだっけな、なんか何の話しようとしたんだっけ。なんかの話しようとしたの忘れちゃった。ねオリマーって何ですか。ねえわかんない。わかんないんだけど。オリマー村って何ですか。恋愛について教えてもらったら、いや恋愛の話じゃないよ。ピクヨ。操る人、あ、そうなんだ、操作する人、オリマンそうなんだ。まあでもさ難しいですけど、うん、でも絶対とかってちょっとない気がするんだよね。あのまた話ちょっと変わるけど、絶対ということはなくないとか思っちゃうんだよね。そう絶対アイルのことずっと好きでいてよねとかもさ、ちょっと難しいよねって。どうせなくなっちゃうのかな、いずれね、どうせいなくなっちゃうんでしょとかちょっと思っちゃう部分もあるし、なんかいや信頼してないわけじゃないんだけど、そうどうせ離れていっちゃうんじゃないかっていうね、そうそういう不安に思う。不安にな思うというか、いろいろ変わっていきますね時代は時代はっていうこの
数年単位で時代と言っていいのか分からないけど、絶対は存在しないよね。そう、どうせいなくなっちゃうんでしょとはちょっと思っちゃうけど、うん、っていうか、なんか保険をかけちゃうとこあるね。そう、まあでもそれ、まあそういうのもあるけど、まあできるだけそばにいてくれたら嬉しいなとは思うけど、みんなには。不安というか、なんか、うん、なんて言うんだろうね、そう、愛でもなんか友達、なんかやっぱずなんかね、なんかなんて言うんだろう、言葉にするの難しい、でも経験があるんですよ、そういう。もうずっとさ、こう小学校からもさずっと仲良くて、で中学もずっと仲良くって、で部活とかもね、そういうさ仲良かったお友達とさ一緒に入って、そう、聞いたことあるかも、あ、この話もしたことあるかもなんだけど、普通に仲良くて、で一緒に入ったのよ、仲良しの子とさ、そう、小学校からずっと仲良かった子たち で5人で一緒にいつもいたんだけど、その中の一人の子がもう中学で違う家に引っ越しちゃったから、そこではもうお別れしちゃったんだけど、お別れってか離れ離れになっちゃったんだけど、そうだから4人同じ学校になって、中学1人の子はテニス部行きました、そうで残りの2人と私は同じ部活入って、そう、まあでも5人はでも仲良かったんです、ずっと。そうだけど、そのやっぱ3人でこう一緒に頑張ろうねみたいになってたの、部活も一緒にね入ったし頑張ろうってなってて、でもなんかもうその部活がマジで厳しくて、本当になんかやっぱ全国とか目指してる学校っていうか部活でね、バドミントン部だったんですけど、私は結構本当上のレベルのとこを目指してるとこだったので、もうなんか練習がレベチな感じでそうレベチな感じで大変だったんですけど、まあ3人で頑張ろうってなってたけど、結局、まあ、中1のそう中1の時に半年くらい経った時かなとかに、もうその仲良かった2人の子が、まあ、辞めちゃったんですよ。そう、部活を辞めちゃって、でまあ1人になっちゃったりしたんです、そこで。そう、私、そう、でも私はなんか辞めたくないなとは思って、結局最後まで続けたんですけど、そう、中3まで続けて、なんですけど、その時にね、なんて言うんだろう、結構ねきつかったんですよ、精神的に。 あの中学の時は結構私は辛くて、辛いというか、なんかちょ
っとね裏切られた感じだったんよね、その流れ的にっていうか、アイリーはずっと知らなくて、でもその子を2人でなんかもう結構決めちゃってたらしくて、そうで結構説得とかもしたんだけど、そうでもアイリーも1人になっちゃうし、結構寂しいしさ辛いしさ、練習もきついけど一緒に頑張ってたからなんかやってこれてた部分もあったから、結構悲しくて相談してくれてなかったのが、そうで、まあそっからもうずっと小学校からずっと仲良かったんだけど、まあ、そういうことがあったからやっぱなんかちょっと疎遠になっちゃったりして、そうでなんか人間関係とかでやっぱそういうのってなんかこう儚いものなんだなとかちょっと思ったりして、そうずっと仲良しでいいよねとか言ってたけど、やっぱそういうなんて言うんだろう、保証がないというかね、みんななんかどうせいなくなっちゃうんだなってちょっとその時に思っちゃったっていうか、そうっていう、まあ幼い頃のね思い出とかなんで、幼いっていうかまあ大人、子供の時だしね、今大人だしやっぱ年齢とともにそういうのも違う変わってくるしね、あれだけど、なんか過去の経験とか思い出とか記憶ちょっと残るじゃないですか、そうだからアイディは結構その時すごい悲しくてすごいショックを受けて、なんかが、うん、受けてなんて言うんだろう、なんかちょっとそういろいろそこでなんか学んだというか学んだっていうかね、そうね、まあうん、だからどうせいなくなっちゃうじゃんとか思っちゃうタイプなんですけど、でも信用していたいとか信頼していたいって、人のことをね信じてみるのも悪くないなって思えるようにはなってきた、ファンの方々に出会えたことによってね、信じてみるのもまあ悪くないなってね、まあ、そういう経験ありきですね私は。そう、何かの影響を受けてとかじゃなく、私がまあ経験して思ったかなっていう感じだね。なんかそうあおいちゃんさんありがとうございます。なんかなんだろう、引っ越した子いたかな、だから引っ越したっていうか、なんか転校しちゃった子の名前とか覚えてないんだけど、転校やばい、全然名前を忘れるね、誰かに影響を受けたとかじゃなく、まあ、自分の経験でそういう学んだっていうか、そういうのを知ったって。ケイボさんありがとう。人間はまあ難
難しいけどね。男女でも違いそうではあるね、そこは。そうね。ヤクさんありがとう。え、あと3分ごめんけど3分じゃ終われない。終われないっていうか終わるんだ、もう12時なんや、早っ。そう、なんか何が言いたいかっていうのは、まあまあ私のことを好きと言ってくださって皆さんファンの方とか、私もやっぱそういう方にはね、こうし信頼しているので、はい、あのよかったらチャット取っていただけたらなって思います。信頼してる人にしか、送ってないチャットなので。いや、こんな締めるこんだけ長いこと話してきてね、結局終着地点がここって。ごめんなさい、ごめん、オチが見つからんくてチャットにこ、結びつけちゃいました。そんなこと、そんな計画通りな振りのお話じゃないですから、しっかりちゃんと私の過去の出来事を話してたんで、そんなつもりはなかったんですが、ちょっとオチが見つからなかった。ではランキングあります。13位マンチクさん、12位しべちゃりさん、11位ホクピガさん、10位白川さん、9位恋っていうかあいにくさん、8位チーさん、7位谷川拓さん、6位ベさん、5位タッタンさん、2位スミスさん、3位ズッキーさん、2位クニショウさん、1位葵ちゃんさん、ありがとうございます。ちょっと暗く終わりそうになっちゃったんで、よかったらチャット撮っていただけたらね。そうだから、あ、結構いろいろ人生ね短いね、まださ22年しか生きてないやろ、俺たちの方がまだ長いろとか思うかもですけど、意外と経験してんのよ私。なんかなんて言うんだろう、そういろいろとね、だからいつでも相談になりますよ。ちょっとまた話したい。ありがとうございます。またね、明日ね。おやすみ、ありがとう。チャットにも送ります。バイバイ。